ダリーとラーズは残念だったけど、君の責任じゃない。今は市長たちとの合流だけを考えよう。俺とシャオミンが君に同行する。目的はルートの確保、残りは戻ってトレーラーの修理。フォーボス、いいだろ。妖怪だ、クソってるね。とっとと行け。まずこのビルを乗り越えて、それから西へ進もう。そしてトルソドライブとの交差点でトレーラーを待つんだ。よっ、ファイヤSS コール、こちらホブス。アレクセイが修理を始めたが、所要時間は未定。こっちに敵をよこすんじゃねえぞ。了解、気をつけろよ。こっちのセリフだ。右も左もわからない小娘とヘタレ二人、胃に穴が開くぜ。そりゃ漢方がおすすめだよ。言ってろ。
ゲートのところの。嘘だろ、ゲートが閉じてやがる。あれは開戦直後に建造された対地上的ゲートだ。建造費600万ドルなのにすぐに無用の長物。そんな役立たずに行く手を阻まれる俺たち、こりゃ何の罰だ。野党に投票したせいか。 PSS コール、ラスカル、ゲートを解放できるか。ああ、ラスカル、ゲート解放を命じる。出たよ、むちゃくちゃ市長。こいつは、うちと外から同時にコンソールを操作する必要があるんだ。ってことは、したいか。PSS コール、こちらロスコル、ゲートの開放には裏へ回る必要があります。ルートの確認をお願いします。確認中だ、待機せよ。お嬢さん、また悪いんだけど、君がゲートの裏側担当だ。 PSS コール、ルート確認。エリア A3 CPF5 に行ってもらう。北上の後ポイント A3B1 から西側に丘を降りればゲート裏だ。了解。結構
戻るね。頼んだよお嬢さん、誘導は任せてくれ。誘導開始。まずこの道を南下。なんだろうな、この不守備は。誰に文句言えばいいんだ。これも俺かよ。ディフェンサーモード。ポイント到着確認。 PSS コール、そこからガソリンスタンドを迂回し北上してくれ。了解。気をつけろよ。
ード。大丈夫か、ロースクール。大丈夫だ。なんとか隠れたよ。気をつけろ。よっ。ファイヤー。ディフェンサーモード。DSS コール、こちらあれ。ドック、ファイヤードック、ファイヤー。お嬢さん、そこを降りて南。お嬢さん、
そっちに用はないだろう。よっ、ファイヤー、ディフェンサーモード。到着したな。近くにコンソールがあるだろう。みんなバカな。もう一回よく見てくれよ。あった。だろう。来ないよ。それをこっちとタイミングを合わせて操作するんだ。大丈夫、操作は簡単。ピットを押すだけでいい。いくよ。1、2、3、ピッ。はい。ちょっと待った。ダメだ、電気が来てない。なんと、どうすんだよ。ちょっと待てよ、考えるから。